はい、では、まず最初に、あの、勉強を始める前のお祈りをします。まあ、今からね、そのパーニーニの,あの文法の勉強を始めますけれども、ね、最初にお祈りを言いますね。うん、では、続いて言ってみてください。オーシュックランバラダランビッシュヌオーシュクランバラダランビシュヌ

Sarasvati namastu biham Sarasvati namastu biham Barade kamarupini Barade kamarupini Vidyaram bhankarishyami

អរំនិមន្តរតបនំប្រណតោស្មីមនិត្រយំតនលលំស្មីនិត្រយំបវ Gartaviva sampriktam ត ਾਰ ណំវិសំគរន្តោវំបវ Gartha ប្រតិបត

ね、パニーニが教えているサンスクリット語の文法を、ね、こう勉強したい。あのね、勉強を始めます。ね、で、その、まず、ねあの、今見てるこのテキストに、ね、沿って、ね、勉強しますけれども、ね、基本的に何勉強する,するのかって言ったら、ね、こうやって、ね、パニーニの,、ね、そのスートラをね、 あの勉強します。で、そのスーらラって何かってね、そういう定義もこれから見ていきますけれども、ね、スートラって、まあ、あの、こうフォーミュラみたいなね、あの、こう、なんていうの、あの、式ですよね。うん、でね、こういう場合にはこうなりますという、ね、そういうアルゴリズムを、ね、こう教えている、ね、数式みたいなもの。ね、で、それ数スーねラ。それがね、あの、明日で、ね、こう発祥になって、ね、発祥にまとめられています。で、そうパータって言ったら、 ね、まあ、あのね、あの、そのままね、本とか勉強とかね、うん、っていう感じですけども、ね、で、こ,これをね、勉強していきたいと。ね、で、こうさっき、目次わーってやって、ね、で、中身、ま、こんな感じです。ね、で、まあ、あの、今、PDF って見てますけど、ね、本になったら、こん、ね、これぐらいの薄さです。ね、これぐらいのサイズで、ね、で、あのー、だから、これね、あのー、 うん、勉強するのに何ゲットしたいですかって。まあ、あの、これと、うん、まあね、あの、筆形かなと思います、ね。で、まあ、こうやって画面で見せてますけど、あの、録画してる時皆さん、あれ、あの、皆さんのね、あの、顔は映らないので、うん、ね、あの、この PDF だけしか、あの、<laughs> 録画されないようになっていますので、ご安心を。うん、ね、皆さんの顔ね、見てた方がおしやすいんで、ね、あの、ビデオオオンにしてもらえればと思います。ね。 うんで、そうですね。で、そのね、あの、こうね、明日やってやとか言ってね、ねこうね、一から始まって、ね、で、ね、1章、ね。で、そのすべての章が四つに分けられててね、ね一から四まであって、ね、で、その、その中で、こう、番地がね一からね、ねまあ、まあ、ね、お多いとこだったら百何十とかまであります、ね。で、そのパーティーにするったら、ね、今回、ね、そういうの初めてね勉強するよって方も、 ね、ちょっといらっしゃると思いますし、YouTube でも上げるので、でちょっとこう簡単に、ね、説明しようと思ってね、あのー、ちょっとこういう資料を作りました。ね。で、何をやるんかなっていうことをね、ちょっと説明しようと思って。ね、で、その文法っていうのは、ね、あの何かって言ったら、まあね、あの動詞はこういうふうにコンジュゲートするよ、活用するよって、名詞はこういうふうにか、ね、活用しますよとか、ね。で、こう単語ってこういうふうにできるんですよとか、ね。で、そういう規定を ねこう教えているんだけど、ねそのまずねあの言語っていうのがあって、なんでその言語ってこういうふうに、ね、使われてるんですよって、そういう決まりっていうのを、ね、デスクライブ、ね、あの説明しているのが文法です、ね。こうプレスクライブじゃなくてね、ね先に文法があって言語があるんじゃなくて、言語があって、ね、それをねあの後になってね、ねあの いって,っていうのは、ね、言語は先にあって、ねで、その後に文法がある。だからディスクリプション、プレスクリプションじゃなくて、ね。で、その、ディスクライブしてるわけですけれども、ねで、何に関してかっていったら言葉に関して、ね、でそのね、あのこれが名して、ね、品詞って、ね、こういうのがあって、ねで、こういうふうに、ね、あの言葉が出てきてて、こういうふうに繋がってて、さらにその音に関しても、ね、あの音ってこういうふ、ね、うに変わりますよとか、 ね、こう、日本語でも、ね、こう、ね、あの、二つの言葉がくっつくと、ね、前のね、ね、ま、あの、後の方の言葉の前の音がね、濁ったりしますよとかね、そういう音の変化っていうのにも、ね、決まりごとがあって、ね、そういうのをう説明したりするんですけれども、で、例えば、ね、一つ例にとってみると、ね、こう、サンスクリット語では、ね、a simple vowel、ね、その単純な母音、ね、で、それが、ね、short or long、ね、長かろうが短かろうが、ね、 で、あのね、で、じゃあ結局何かって言ったらね、ここちょっと書き忘れたけど、a simple vowel other than a ですよね。うん、ねだからその simple vowel って、あ、い、う、る、るって5つあるんですけど、それのあ、以外で、ね、あの、ショートかロング。い、い、う、う、る、る。ね、る、る、る。で、る。このるにはロングないです。ね。 で、だから、この、1、2、3、4、5、6、7つの音の後ろに、when followed by a, any vowel, ね、あ、あ、い、い、う、う、る、る、る、え、お、あ、い、ね、こんだけの、9つの音、9つかける、ね、1、2、3、4、ね、あの、9足すよね、13ですよね、うん。の、なんかね、後ろに来た場合、ね、is replaced by, is って、だから、あの、 初語はシンプルボーイですからね。で、other than、ここ書き忘れたけど、ね、あの、other than、あの、あ、ね、なんだけど、うん。ね、で、it's replaced by its semi-vowel。ね。で、だから、ね、respectively ね。で、その ee は y に変わって、うう,うはずに変わって、るはるに変わって、るは l に変わると。 ね。で、そういう、あの、規定があります。ね。で、example, e t 打ってやって、ね。e t e の後ろに、うが来て、ね。で、だから、その、ね、ボーエルの後ろに、ね、また、どんなボーエルでもいいけど来たら、ね、その意が、ね、ヤカーラに変わります。ね。っていうの。ね。これ説明したら結構大変じゃないですか。長いよね。 うんでね、んで、これをこう、何千年もこう、言い伝えてたらなんか偉いことになりそうじゃないですか。ね、で、話長いね、つって。うん。で、これなんでこうなってんのって、それはさ、ってね、その、ああ以外の、ね、シンプル単純母音のが、ね、で、その、長くても、ね、あの、見る方もいいねんけど、ね、その後ろに母音来てるやん。その場合は、ね、その、E の、半母音に、半母音になるんだよ、みたいな。ね、で、そんな長いから、ね。 でね、あの、間違うね、子供は、こうやってね、こう、言い忘れたり、こうやって、あざざん、あっていうのをね、私も忘れてたけど、ね、こう、忘れたりとかしそうじゃないですか。で、あ、じゃあこの場合、はあ、みたいな。ね。んでね、それをこうね、あの、もう、後世に残していくっていうのが、ね、あの、このスータラの、なんていうんですか、目的なんなんで、ね。で、正確に短く、はっきりと、ね、あの、ね、あの、こう、伝えるために、 ね。で、こうね、全部、ために書く字なんかで、頭で覚えないといけないんで、ね、もちろん短い方がいいし、で短くても間違えたらいかんということで、ね、スータラの定義、ね、後で見ていきますけど、ね。で、一言で言うともう、いこうやなち。ね。これだけの情報全部、ね、一言で、いこうやなち。ね。これで、もうイエーイとなるわけ、イエーイってなるっていうかね。<笑><笑>これだけの情報を、ね、あの、も、あの、こう、キャリーできるわけですよ。 ね、でもちろん、ねあの、これじゃあ、いい声なしって何なのってね、もちろんこう分解していかないといけない、ねで。だからよく例えるんですけれども、あのこうスートラっていうのはあの圧縮ファイル。ねこうね、大きな、ね、こう長い、ね、文章、ね、ワードファイルとか。でもこう、ね、圧縮したら、ね、あのめちゃちっちゃ小さく、ね、もう何キロバイトとかになりますよね。ね で、その圧縮した圧縮したで、次、回答しないとダメですよね。エクスパンドしないといけない。で、それにはそれの、ね、またロジックっていうの、圧縮にするにはロジックっていうのがあって、ね、こう空白がね、あの、こう何行ついたら、それ空白が何行っていう情報に置き換えると、ね、こう小さくできるよみたいな感じで、ね。で、で、そういうまたファイルを次、空白が何行って書いてあるから、ね、展開するときは空白を何行表そうとかね。で、そういうふうに。 ね、していくんですけど、これ圧縮されたもので,、ね、で、次それを展開するためのまたロジックっていうのが必要で、ね、圧縮するときのロジック、展開するときのロジック、同じはずなんですけど、どっち向きかの向きの違いであって、ね、でそのイコエナチってこれ何な,んなんのかって言ったら、でこう分解していくと、ね、イカハイヤーのアチって、ね、なります、ねで。それがこうイカハがまた、ねそのね、音のつながりの ルルーで、この番号がいきなり出てきたけど、この番号は、ね、この明日でいいの番号で、今ここ書いてるのはね。だから第6章の,、ね、あの第1パーで、ファーストクォーターの77番目のステラです。ね、でそのイカハっていうのは、ね、このまたね、ここから、ね、イックっていう言葉の、ね、第6角です、ね。ヤンは、ね、そのままです。 ね、第一角です。ね、あっちっていうのはあっちの第七角ですよ。ね、このいとかね、あはっていうのが活用語尾になっています。ね、でこうサムヒターヤンっていうのが後ろにちょろって出てるのは、ね、こう、6177、ね、こう、ーって、ね、あした出会い、ね、手元にある人はね、こう見ていただければいいですけど、 こうね、あの、明日でいちいち広げるのが大切なんですけど、6177ね、ここのね、上見るとね、サムヒターヤンってね、こういうのがあって、でサムヒターヤン158ってあるんですけど、ね、6172番に、ね。で、このサムヒターヤンって言葉が158まで全部、ね、こう何かも、ね、こう、繰り返されて、ね、158までのスータラを読むときは、ね、サムヒターヤンっていう言葉をつけて理解しましょう。 ね、ないうアレンジになっています。ね。で、この三期体なんてのがずっと降りてくるんですよね。で、これ何がわかるかって言ったら、ね、で、ね、あの、で、そのわかるのに、またこう、この明日イが全部行って、ね、こう、イカはやのあちってあるけど、ね、その一クっていうのは、ここを見るよりん、どこにまとめたかな、こっちにね、あの、ここにあれ載ってなかったっけ こっちの方にはあれって何かというとマヘシュマヘシュラスウトラここ抜けてなかったっけ、うん、じゃあそれはそれでいいけど、うん、だったら準備終るからねな、うん、だったらここに乗ってるんだと思うけどこれどこに乗っけてたかね ね、ここですね。で、その、イオウエノチのイックっていうのはね、イックまでで、ね。で、このね、あの、このカカーラがね、こう、ね、イッドレターね、マーカーになってて、ね、イック。ね、ここでシンプルボイル、アー以外のシンプルボイルが全部ね、こう捕まえれるよ。ね、ヤンって言うと、ね、次。ね、セミボーエルス、ね、がここにね、こうやってね、ガーッと捕まえれるよ。ね。で、アチって言うと、ね、あの、 ボベルが全部、ね、こう、捕まえれるような。っていうふうに、こう、なっていて、ね、これが、こう、ね、いろいろ、こう、デバイスが組み込まれてるんですよね。で、こう、一句やん、あっち。ね、で、こう、第六角っていうのは、ね、こう、明日第 E で見ると、ね、そのシャシティスターネイヨが、ね、あの、ここで、ね、変化が起きるよっていう意味ですよ、第六角っていうのは、っていう決まりがあったり、ね、 で、第七角は、ね、あの条件として、この音が後ろに来たらっていうの、ですっていう意味ですよっていうのが、ね、タスミネリティニューディスティプールバスヤっていうのが、ね、どっかにあると思うんですけど、ね、で、そういう、ね、あのここですよね。このスータラで、ね、第七角があったら、ね、であの後ろにあるっていう意味ですよ。ね でね、あの、けど、その、そういう意味っていうのは、まあ、普通の言語でね、意味をなさないだけであって、ね、サムヒターヤンっていうのは、サムヒターっていうのは、またサムヒターっていうのは、あの、スートラでね、定義されてるけれども、ね、あの、音と音の、とのつながりにおい、ね、つながりっていうのがね、サムヒターです。ね、これね、パラッサンニカルシャスサムヒターってね、141092、ね、だからここやね。 四4 1 0九ここに。よしょ。ね、ここね。ね、パラッサムニカルシャスサムヒタ。ね。あの、音が、ね、あの、もう、こうイミディエテリーに、ね、近づ、近いっていう。ね、それが、こう、サムヒタ。音と音のつながり。ね、サムヒタヤムっていうのは、これは、ね、普通の台の中の使われ方で、ね、音と音とのつ,つながりにおいて。ね。 で、その、一句は、やんに変わります。後ろに、あっちがあるときっていうふうに、ね、こうやって今まで見たスータラを、ね、こう繋げていって、ね、で、こう理解できる。ね、で、その、ね、一句のが、ね、やんに変わる。で、その、いは、やからに、ね、で、ね、うは、ばからにと、こう、respectively っていうのも、ね、こう、スータラで教えられてて、ね、うん。んで、うん。 で、ね、言った三角。うん。ここで。まあ、ああのー、スターナやったら玉葉が。ね、ここで使われるのね。うん。ね。で、ね、その、一一五ゼロで。ね、スターナが一番近いとき。ね。あのー、イーの音は、ね、あのー、パレタルなので、ね。で、その、ね、ヤカーラもパレタル。ね、ウ,ウカーラ。 の音はね、その唇を使う下、応した。で、そのバカアラも断頭したから、ね、こう近いよっていう。ねで、そういう、こうね、あの、音の近さでね、あの、こう判断してくださいっていうのがね、このスタンデンタルタマハっていうので、ね、こうあります。ね。で、まあそういうふうな、こうね、こう全部、スータやってね、あの、紐ですけど、ね、紐ってこうね、絡まって、ね、こうヌードル、ね、こう一本取ったらね、こうやって、 で、もね、あの、6177のスータラ見たかったんだけど、ね、こう、いっぱいいろんなスータラもこう、つながって出てくる。で、それもね、こう、スータラの特徴でもあります。ね。まあ、こういう風な感じで、ね、あの、こう、いろいろつなげて、ね、まあ、あの、勝手につなげるじゃなくて、ね、ちゃんとそれはこう、ティーチングの中で、ね、あの、つなげ方を、ね、こう、教えられてて、ね。で、だからその、ね、圧縮ファイルはこういう形で、 ね、でそれを展開するための,ああの展開の方法っていうのが、ね、パーニーニの,、ね、あのスータラの教え、ね、こうやって私たちが今から勉強することという、ね、ことになります、ね。いいでしょうかね。うん、まあ、そんな感じです、ねでその。今私がこうやって、ね、あのこう説明するのに、足で出るじゃなくて、チ,チラ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 ここ見てたじゃないですか。 ね。で、こう、チラチラ見てる何かって言ったら、これがね、あの、ラクシっンタカオムディっていう、ね、本です。ね。で、ね、この本は、ね、こう、ね、スートラの、を扱ってるんだけど、ね、この太字がスートラで、スートラの番号書にありますよね。で、その間にちょいちょい、ね、コメンタリー書かれてます、ちょいちょい。ね。うん。で、けどこのスートラの番号見ていったら、 ね、あの、番号順じゃないじゃないですか。で、これ、ちなみに、119ですからね。111いちゃいますよ。<laughs> で、これ、微妙な感じ。<laughs> うん。ね、ちょっとね、うん。で、でね、あの、いや、でもこ、これこの PDF いいですよね。こう、印刷読み,こ読み込んだやつなんかね、やっぱりガタガタしてる、ね。まあ、綺麗ですよね。 あのうん、インドの本にしては。ね、で、あのこう数字、まあまあ、ね、ここ、前の方い、ね、第1のね、第章から大会出てきますけど、かといって、ね、こういきなり4章があったりとか、ね、いろいろなってるじゃないですか。で、次、ね、さっき見たイコーやナチがあって、ねね、6177、で、1166、で、1150とかね、8447、ね、とか。 こう出てきて番号バラバラじゃないですか。ね。で、これはなんでそんな番号めちゃくちゃになってるのかっていうと、ね、これは番号順にね、こう説明を書こうとしてるんじゃなくて、ね、なんかこう、あの、トピックごととか、ね、んからそのね、こう、ルーパシッディごとって言ってるんですけど、ね、あの、例えばここだったら、ね、その、 ま、以降、やなちを紹介したいんだけど、ね、その時に、ね、あの、こう、スディー・ウパッシャっていう、ね、あの、ね、スディープラスウパッシャで、ね、スディーパーススディーパッシアってなるよっていう、ね、で、そういう、ね、あの、プロジェクトがあります。ね、スディーの後ろにウパッシャ派が来たらどうなるんですかじゃあやってみようか、ということで、 ね。で、スディーっていいやのねってね。ウパーシアってウーやんね。で、その時ね、どのスータがいるというと、ね、イコエナチなんだ。ね。けど、イコエナチを理解するのに、ね、ちょっとさっき見たけど、タスミンティンィセプルバスタがいるし、スタンアンタルタマフもいるし、ね。で、そうやっていくうちにね、ね。スディー・ウパーシアのね、うん、のところで、ね、あの、こう、ね、あの、音が2つにね、こうなったりね、するんだよってね。こうスディー・ウパーシアってね、スディー・ だからが2つになったりとか、ね、だけど前の方が、ね、ソフトになったりとか、ね。でね、なんかそういう風に、ね。だけど、ね、あの前の言葉がたあの、ね、えあの重複シーン、ね、あのコ,ンあのコンジャンクとコンサんトになったら、ね、あのこう消さないといけない、ねうん。でもやっぱりそれはちゃうよとかね。 ね、そういういろいろドラマがあって、最終的にこうなりましたっていう。ね。あのー、こういうラグシッダンタ・コームでっていうのは、こうコメンタリーをね、あの書いてるんだけど、ね、あの、こういうふうに、プロジェクトごとに、ね、これしていこう、あれしていこう、じゃあ何が必要かなって、で、必要なものをこうバーッと取り出してっていうふうな説明になっています。な、ね、んで、そのほが記憶に残りやすいんですよね。うん。ね。あのー、こうやってね、この、明日でってまあ辞書みたいなもんですよ。 ね。で、こう、勉強するときってね、言語を勉強するときって、もうね、その辞書から勉強しないじゃないですか。ね、今日はアップルみたいな、ね、明日はベアみたいな。じゃなくて、ね、その、じゃあ、買い物行くっていうことを想定しましょう。ね。うん。とかね、この人に会ったときを想定しましょう。まず何て言いますかね。How are you? ね。じゃ何て答えますか ?I'm fine and you?I'm fine, thank you and you って聞きますね。ね <laughs>、次何て答えるんですかみたいな。<laughs> ね、なんか、 そういう風に。ね、こうね。で、そこでね、How are you? ってね、How ってこれ疑問詞ですよね。とかね、そういう風にこう習っていく。ね。で、あの、Love Sit down to c っていうのはそういう感じです。ね。あの、プロジェクトごとに。うんね、スディー・ウパセ、じゃやってみようさ。ね。じゃあ次はみたいな。ね。で、ね、あの、じゃあ同じ感じでね。うん、ね、マドゥプラス、ね、アリーやとどうなんのとか。ね、ダートルプラスアムシャーやとどうなんのとか。 ね、なんか、そんな感じで。ね、で、その、まあ、紹介したいトピックっていうのがさっき頭にあって、ね、いこうチな、超紹介したんだけど、じゃのこ,この2において、ね、関係あるものばーって。で、こう、スーとら、こうね、1個。ねヌードル1個引っ張ったら、こうね、ズルズルズルってこんだけ上がってくるわけですよ。ね。で、そういうのを、こう、そういう単位で紹介してるので、ね。で、また、私もそれ、この本で基本的に勉強してきたので、ね、だから、こういうトピックには、 あ、じゃあ、ラグシー、タンタコーブでの、ここら辺見ればいいんだっていうのが、ね、あの、そういう記憶、うん、であるんで、ね、だから、こうやってね、あの、ちょいちょい、ね、見ることになります。ね、で、あの、うん。で、これもね、その、あた、あちさん、ディね、あの、こう、母音のサンディのセクション。で、次ね、あの、ハウサンディ、ね、シーンの、ね、あの、サンディのセクション。 うん、だからで、その後ね、こうね、あの名詞、ビサルガサンディがあって、ね、次名詞、でもね、アジャンタ・プンリンガ、ね、あの母音で終わるあのプンリンガ男性系の活用。ね、で、次、ね、母音で終わる女性系の活用ってね。で、それがまたああいう順になってるので、ね、だからあれどうやったかなって時に、そうやってこう、 ね、こうラグセットの公務だったら、ね、ほなったら、そのシュリーっていう言葉ってどうやって活用するんだっ,っけなーとかと思ったら、ね、そのね、い、e、いで終わってる、ね、母音で終わってる女性名詞ですから、じゃあそこね、ラグのそこら辺行ったらわかんねやね、っていうふうにこう、検討がついて、ね、うん。でね、まあ、あの、こうやって、ね、あの、なったっけなーって時にね、こっちもよく見ます。ね、まあそういうふうになってて、うん。 で、そういうことから、ね、今日ね、今日というか、今回ね、ねこう、勉強していくにあたって、ね、あの、あれ、どこ行ったの私の本。<laughs> で、これか。ね、うん。でね、あの、この本に沿って勉強していきます。この本はね、あの、ダウンロードできますし、ね、で、あの、ね、あのオンラインのクラスを受けてる方やったら、 最新版ね、ね常に、あの、ね、シェアドライブに入れておくにしますし、ね。で、まあ、あのこ、ね、こう、YouTube、ね、これ、まあ、今、オンラインのね、クラス参加されてる方とそこのアクセス知ってるか、知ってるとご存知と思いますけどね、その YouTube 見てる方やったら、ね、アルシャアビナーシーっていう、ね、あの、こう、サイトがあるんで、ね、で、そこから、ね、ダウンロードできます。ね、で、また、 ま、それはまた、あの、なんか、すごい YouTube っぽいけどね、あの、下のリンクに貼っときますみたいな。あの、コメント欄に入れときますみたいな。あ、こういうふうに使うよね。もうん、まあ、今からね、出してもどうしちゃあないからね。あの、また、ね、アップしたときにコメント欄に書いときます。忘れてなかったら。ね。でね、こういう本があって。ね、アスタディガイド、The Study Guide to Bernie n e s t r ネットル・ラグシッド・アンタ・カオムリ。 ね、その安倍ナイシのところではね彼よく分かってなくてさ「ラグジットアンタコンディ」のガイドって書いてるけど <laughs> こうやって公でねあのそういう人の批判を。 んんだけどでもね、わかってないのかわかる気ないのかわかってんのやってるのかわかんないけど、ね、ずっとねラグッあの、スタディーガイドとラクシッドタタコームディって彼はね、書くんよね。うん、なんか違うんよって、ね、こここだわりがあって、ね、そのスタディーガイドとラクシッドタタコームディじゃなくて、スタディーガイドとパーティネスウィトタラーラクシッドタタコームディ。ラクシッドタタコームディってのはさっきお見せした、ね、この本です、ね。で、この本を 通して、トルー、ね、このラクシッタンタ・コムディを通して、パニー・スータラの勉強をしたいんだよっていうことです。ね、ここ大事。うん、ラクシッタンタ・コムディを勉強したんじゃなくて、ね、そのラクシッタンタ・コムディ勉強してるのはパニー・スータラを勉強したいからなんだよっていう。ね、ここを、ね、これ私何度もね、あの、まあ、皆さん相手にしてね、言うてもしゃあないけど、ね、な,なんでかって言うと、皆さん別にさコンフュージョンがないから、ね、元々の。 ね、あのー、あの本にも書いてるけど、レシケシとかね、レシケシだけじゃないですよね。インド全国において、ねあの、ラグセッタンタコームディを勉強してるんですよ、みんな。パレインのね、この、足でいいなんか見たことないよっていう人結構いるんですよ。あのー、ラグセッタンタコームディね、丸暗記してるのに、ねあのー。悪いけど、それちょっとちゃいますよって感じですよね。うん。ね、でねそれちゃうんちゃうんかなって感じ。ね、これをちゃんと勉強。 これ分かっとかないと、ロジック、こういうアルゴリズムとかね、プログラミング言語とかね、ね、あの、こうね、言葉をこう生成するんだってね、そういうのが、ね、そのパーニーの、ね、勉強する、ね、なんて言うんですか、あの、なんて醍醐味なのに、ね、そこ全然抜かして、単にこの本の丸空きになっちゃってるんですよね。うん。もったいないどころか、ほんまにちょっと悪いけど、自分ら不ちゃうって感じですよね。うん、ほんまに悪いけど、うん。 ね、けど、ま、ほんまそう。ねこんなん別に、ま、ね、こんなん周りをあげそうなんて、ね、簡単にできることじゃなくて、みんな命かけてさ、やってんのにさ、何やってんですかって感じですよね。うんでね、こういう、ね、あの、で、これの、 で理解の仕方、展開の仕方、さっきね、あの、こう言ったみたいに、ね、で、こう、寒い日やいなんってね、こう、下に降りてくるんですよ、とかね。で、そういうのっていうのが、クラスでね、あの、こう、学んで、ね、そういうのがずっと、ね、こう、ね、千年、二千年、教え継がれてるんですよ。すごいことですよね。ね、そういうことをね、こう、学んで、ね、こう、教え継いでいくっていうところがね、ポイントなのに、ね、単にこれ、マ丸アンキして、ね、で、こう、できた、とかっていう感じなんですよね。うん、あの、ね、ちょっとダメですよね。 うん、でね、あのー、みんながみんなじゃないですけど、なんかこのね、ラグシッド・コムディだけを勉強してるのじゃなくて、ね、パニミス・ロっタルを勉強するために、ねあの、ラグシッド・コムディがあるんですよ。ね、ラグシッド・コムディってすごい名前長い名前なんで、結構みんな、ね、こうラグって言ったりね。だ、うん、からそのラグーシッダンドダ・コムディー、ね、LSK って呼、ね、んだりもします。ね、うん ね、で、ね、そのシッダンタカウムディの,、ねあのね、ちっちゃいのが、ね、ラグ。ね、あのちっちゃい版だからラグってねこう呼んだりとか、ね。で、そのシッダンタカウムディもよくカウムディ、カームディだけ言われます。カ、ね、ウ、うん、ムディって言ったらねこう月明かり、ね、っていうのがこう本の名前で、ね、シッダンタって言ったらねこう最終的な、ね、正しい意味。 ね。を教えてる、ね、本です、ね。で、その本の名前はカオムディ。ね。だからカオムディなんだけど、ね。で、そのシッダンタカオムディ。ね。で、そのカオムディ何教えてるのってシッダンタ。ね。を教えています。文法の。ね。で、それのちっちゃい版ね。だからそのラクカオムディっていうね、こうシッダンタの歌詞、ラクカオムディっていう人もいるし、ね。で、まあ、そういう風にこう呼ばれています。ね。ボリューム1。ね。これ、あの、ボリューム12まで私は書いてます。ね。 うん。あのー、なかなか長くなります。うん。で、この本もね、306、ね、その、ボリューム1だけ306ページある。ね。うん。各、あの、ボリューム、これぐらいのボリュームはあります。3ね、あの300ページ前後。ね。下手した500ページとかもあります。ね。下手したらあってねも。もっとあるやつもあるんじゃないかな。うん。ね。で、まあ、全部ね、は、この一冊のラグ、ラグセッタンとかもで。ラグセッタンのかもちょっと待ってくださいね。 なんか知ったのもどこっったよいし <laughs> もうすぐ手元に出てこない。なんかあんな大事にしてたのに、まあ。まあね、大事にどっかに打たてるんだけど。あのそんなぶっつ本じゃないです。ねで、うん、ねマキコさんが見せてあ皆さん見せてくださってる。ねあのサイズ的なねコンパクトですよね。うんで皆さんこうメニューアけつけておくといいですよ。よでもこれ同じデザインの本いっぱいあるんですよね。あの <laughs> <laughs> なんか、これだけ見て、覚えてても <laughs> 見た目だけでかたまたちゃう本を買うことになると思うんでね、うん、ね、あの、ギータープレスに行ってで、もし皆さんね、インド行かれたらね、あのどこ、インドの子でも売ってるわけじゃないんですけど、ね、あの、うん、なんかね、あの、各、うん、都市にちょいちょい、ね、あって、こう、ね、後ろの方にこうやってどこで売ってるかっていうのね、こうね、リストがあるんで、うん、ね、んで、あの、 あんまり、あんまり当てにならないですからね。<laughs> うん。<laughs> で、うん。けど、あの、各都市にね、あのギタープレス、ね、娯楽プールキーね、で、虹、ドゥカンネ、ね、ね、シャーカーンイエとかでね、ドゥカンって言ったお店ですよね、シャーカーとかブランチがどこにあるかっていうのがね、こう、全国にね、あの、こうインドールとかね、リシキシとかね、あのね、ねそういうとこにこう、いろいろあるよとか言ったり。で、まあ、あの、行ったらっ、かあの自分で買ったり、みんなのために買ってきてあげるといいですよっていうね。 うんまあだけど、そんなにね、こう、薄い、ね、本一冊なんですけれども、ね、あの、こう、話し出したら、ね、長くなって、ね、こういうふうに、ね、もう、すごい長い、ね、あの、こうエクスパンションしています。ね。で、うん。で、ね、あの、ま、あ全部が全部じゃないんですけど、ね、あの、グレートリー、ね、この、 今ね、私、これ12ボリューム全部書き終わってなくて、今ね、あのー、最後から2番目のボリュームを書き、ね、一番最後のボリュームを書いたんですけど、ね。で、あのー、うん。で、その今、ね、今、ねタ出たっていうボ,ボリュームを書いてるんで、また出た空いてますけど、ね。で、その、このラクセッタンのコーモディに対するヒンディー語のね、あのー、コメンタリー、ね。 の本があって、ね、これはね、6つボリュームがあって、ね。で、それは、ま、こんぐらいかな。<laughs> こんぐらいっ、ね、背拍子。うん。1、2、3、4、5、6並べたら、まあこ、こんぐらい、うんうん、になる。ね。で、またそれを、ね、私これ全部訳してるわけじゃないです。ね、これはかなりね、すごいあのインフォマティブです。いろんな、うん、情報がね、たくさんあって。うん。 かといってね、これだけじゃ説明し、ね、あともっとあの分かりたい人はまた別のとこ読んでとかね、そういうのもね、結構あって、うん。ね、なんでもかんでもってわけじゃないですけども、ね、こう、例とか結構いっぱい載っけてくれてます。ね。うん。んでね、あの、ま、だから私の書いてる本はね、こう、こういうのに比べたら、もうよっぽどこう、むちゃくちゃ噛み砕いてるので、ね、こう、紙の量が結構ね、多くなっています。 ね。で、その、これから勉強する上で、あのー、しょっちゅう、ね、あの、こう、改定を加えると思うので、ね、あの、こう、誤字、脱字だけじゃなく、もうちょっとこう変えた方がいいかな、とかってね、変えていくと思うんで、うん。あのー、皆さん、印刷して大きく変わることないと思いますけど、ページ数とかるとかね、そこまではないと思いますけども、でちょいちょい、ね、あの、こう、なんかあるんで、ね、そこの辺をこう、書き足してあげてね、たり、うん。 で、その、まだ紙印刷してないよっていう人もね、いきなり3 0ページでも必要になるわけじゃないので、ね、いるところからちょいちょいね、あの、こう印刷していくのもよし、ね、まあ、なんでもね、してください。ね、で、ABG、アナリカ T、ね、2023って、まあ、おね、あの、今年の数字にちょっとね、次書えとこう思いますけども、ね、これ一番最新にしとかないといけないんですかね。うん。で、まあ、こうね、ちょっとね、こう、ちょいちょいこういう、ね、あの、情報があって、ね、 でオウム主リガネションやマハねオウム主リクルピプやマハでさっきバーってもこれ紹介していきますねでそのねあのこの本はねその this book is the first volume in a series タイトル e the study guide to Parinirvana t Comedy ねこれはねこのシリーズのね一冊目ですね the other traditional entry book into Parinirvana Sanskrit g r the Laxidanta comedy of Baradharaja ね、ラグセッタナコームディっていう本を書いたのはね、さっきみたいな本ね、バルダラジャっていう、ね、あの人が書いた本です。Is t studied widely, especially in India.、ね、で、これがね、さこの本が、ねあの、パニーニを勉強するエントリーの,あの本として、ね、インドで、特にインドで、ね、あの広く勉強されています。The study guide to ラグセタナコムディ series of books makes ラグセタナコムディ easily accessible to students and the teachers alike who desire to gain a good grasp of Paninian Sanskrit grammar in a proper translation manner.、ね、で、まあ、あの、この、ね、シリーズは、ね、ラゴシタのコウムリ、わかりやすくして、けどそれも何のためかって言ったら、ね、その、ね、サンスケット i t Paninian Sanskrit grammar を、ね、その適切な、ね、その、トラディショナル、ね、あの、マナー、ね、伝統的な方法で、ね、理解するため、理解するのに、ね、なんか役立つために。 この本では、この本では、ねそのニニね、こるけど、ね、どの順番に で、ね、紹介するか、テラクシッタンタコンビュの順番に沿って、ね。で、ダイアグラムとかね、その図とかよく使ってます。word by word translation。ね、ほんでカスートラのね、あの、こう、一語一語、ね、こう、翻訳して。and t r a n s l a t i o n of the vritti. ね。で、さらにね、vritti の,の翻訳も。The short commentary on the sutra. ね。で、そのブリッティってコメンタリーっていうのは、その、ラグシッテアンテコームディブリッティですよね。で、だから、この太字のところが、あの、スートラで、ね。で、ここの、こ,この間に、間書かれてるのがブリッティ。ね。説明です。ね。で、そのブリッティって、だから、誰が書いたんっていうのが、また問題になってきて、このブリッティ書いたのは、バラダラージャですよね。ねラグシッテアンテコームで書いた。ね、うん。で、このスートラ書いたのは、もちろんパニーニで。ね。で、そこに、 ね、そのエレスケブリッティ、ねバダラ、バラダラジャニュー。な、ね。ですのでも、ね、な。あの、設置してますよっていうことです、ね。そして、な。そして、この 39-month Vedanta and 39 Sanskrit courses conducted under Sri Puja Swami Dananda Saraswati at Arsha Vidya Groklam。な、ね。 うん、アライカティタムナドゥインディア。な、ねうんでサス,スケっト、コルシーズってここでなんで複数形にね、こうしたんやろと思うけど、ねまあ、はっきり、ねうん、はっきりもうね、あのアズナスタリまでインダーコンタクティアン。うん ね、インバーにして、ね、ここ、単数にして、ね、で、ね、あの、年号も入れたいと思うんですけど、2014年から2017年までの、ね、コースのために書きました。ね、うん。まあ、でも、うん。まあ、そう、そう、そうん。ただ全部、まだ、今書いてる土地だしね。うん、ね、その39ヶ月でこんなん全部教えられへんし。 ね、あの、うん、39ヶ月コースで教えたのも、ね、まあ、あのー、あれ、どこまで教えたかなね、名詞も全部教えたっけって感じね、どうしようも全部無理やね、みたいな。で、あとはね、あの、こうクルダンタとかサマーサとか、サマーサは全部やったと思うけど、ね、クルダンタも全部やったと思うけど、うん、覚えてないな。立てたちょっとと。ね、まあ、そういうちょいちょい、ね、他のプラカラなは。うん、そんなん、時間ない、時間ない。うん。 ただあ、それでもね、頑張った方で、ね他の3年コースの人の話聞いても、うん、あのー、ね、その、私の前のバッジの、ね、あの人とか、なんか、あの、いや、名刺はやってないよとか、うん、ええー、みたいな、<laughs> うん、ね、あの、どうしでも精一杯やったみたいな、うん、なかなかね、うん、あのー、 レシケーシとかでね、こういうの詰め込みで、うわーとかやってるのね、人たちやったら、こういうの1年ぐらいでね、勉強するみたいだけど、うん、でも、まあ、何が彼らの頭残ってるのか話別ですよね。うん。で、あのね、コデアナンダシラムでの、ね、そのね、あのね、アルシャビディアグルクラムの3年コースとか、うん、だったらペースかなり落ちますよね。うん、やっぱり、あの、 あのね、ベーダンタ、ね、なんかこう力入れてるから、ね、それに必要なね、サンスクリットみたいになると、うん、ほんで、あの、ね、外国人も多い、多いしって言ったらちょっと外国人差別になるけど、うん、まあでもなんちゅうのかな、うん、みんなバラバラやからさ、ね、そのね、学力だけじゃなくて熱意とか、<laughs> うん、そこですよね。<laughs> 熱意バラバラやし、うん、ほんでだからもうええねんとかって言うてる人があっ、まあんまり進めないとか、まあクラス分けはしてるけれども、 うん。ね。けど、まあ、うん。いろいろあったら、進まないですよね。まあ、そんなんどうでもイイいい、いことですよね。うん。まあ、でもね、なんていうのうん。だから、なんか、これ全部勉強しな、あの、べだだ分かれへんだ。そんなわけない。うん。ね。で、だから、あの、ね、頭の体操と思ってたらいいです。うん。ね。で、その、考え、考え方ってすごい大事なんで。うんで。考えてない人なんていないじゃないですか、人生について。ね。ただ、みんな考え方が間違ってるんですよ。あの、悪,悪いけど。 うん。ね。で、その、ベデンタに出ても、ね、その考え方を改めない限り、うん、なんかね、いいことしか、なんかね、あの、ええ感じのことを言ってるだけやんにしか聞こえないんですよ。 うん、だからその、うん、結局自分の考え方をね、一回さら地に戻して <laughs>、ね、あのこう考え方変えていくっていうことをしないと。ね、けどその考え方変えてどういうふうに変えるのって話、ねで。その時にまたなんかね、こう曲がった考え方してたらもうほんまにね、<laughs> ねその問題をが、ね、違う問題になっただけで、ね。その問題の解決っていうのは結局考え方がおかしい。ね、で、その、ね、真実を知らないがゆえに、ね、あのこう考え方おかしい、ね。真実を教えてもらっても、 考え方おかしかったら <laughs>、やっぱりおかしいやんみたいな、ね。で、その考え方をね、こうね、マインドをね、こうね、ストレートにするために、ね、こう変,変な、なんかストレートっていうかね、うん。で、そのかん考え方ねのね、あの、こうエクササイズですよね。うん ね、それ、それのために、ね。で、その、それっていうのは、こうね、リシたちも、ね、こう、サンスケット語で、ね、コメンタリー書いてきてね、ね、教えを受けて、ね、教えて、ね、ずっとしてて、ね、で、やっぱり、なんかね、こう、勉強してると、ね、わかりますかね、まあロ、ロジカルな考え方。ね、で、その、ある、ね、種の考え方っていうのがあるんですよ。ね、私が言わせてみるのは、その、文法だけじゃなくてね、こういうコメンタリーにもね、あの、こう、考え方の、ね、ステップっていうのが、こう、いろいろ見えてきます。 ね、でそういうのをねうんあのこうねあのそういう考え方のわだちを追っていくことによってね自分たちの、ね、考え方のねやっぱわだちですよねこうスワメジもよくねこうねストリーム水の流れがねこうグランドケニオンを作るって言ってるけどねでこう間違った考え 方ってなかなか治らない考え方の癖とか思考パターンですね、はっきり言って。ね、で、そのねあの、もう、うん。で、これ人生で不幸だよっていう人って、結局、そういう不,不幸だって言わせる思考パターンにはまってるだけなんですよね。うん。で、それを変えていかないといけない。ね。でどっち向いてね、ま,また次ね、泥なのか、ね、の <laughs> 思考パターンがね、次、崖っぷちの思考パターンなんかね。<laughs> ねそ <laughs> じゃなくて、じゃあちゃんとこう真実にね、こうちゃんとつながる、ね、あのこう考え方、ねで、そういう思考パターンっていうのもね、うん、こうやってね、勉強していく上で、でどんどん、ね、そういう正しい考え方をしている人の私に沿って考えていくっていうのは、うんまあ、ね、とってもあのマインドにとって良いことです。ね、うん ということでなんか考え方のディスプレインですよね。うんでね、やっぱりそれとね、あのでもやっぱり、あのベのダン体は勉強するために、こういうの勉強してるんで、ね、あの、うん、でだから、あのまあ、ほどほど、<laughs> あのベアカランで何か成し遂げたわけでもないんで、ねもうベアカランって文法のことですけど、うん、もうベアカランで何か成し遂げたかったら、また別のほ行ってください、はっきり言って。うん <laughs> あのうん、あのそこそこで、ねあのうんまああの、答え分かったそれでええやんっていうの、うん。だからその考え方の,、ねあのやっぱね、ステップとかこういう、ね、あの資料の,、ね、あのこう扱い方っていうのも、うんね、あのこう勉強していく上で、ね、今、「あ明日出会いと、ね」と、ね「楽しタンタんたム守、ね」と私の本と出てきたけどまたさらに、ね、あっちこっちいろいろ見ることになるんですけど。 うん、でそういうのもあの、ね、どういうふうに付き合っていくのかっていうのをあのこう紹介していけたらなと思います。ね、なんで、その、目次がありますね。テーブルコンテンツ。ねまあ、これはお湯をこう見ながら持っていくので,、ねうんであ。で、言い忘れたけど、ね、この本のタイトル今、ね、今、3にはプラカラナンと3でプラカラナ、ねで。っていうふうになっています、ね。まあ、最初の方のプラカラナって言ったらトピックですよね。で、3には、その ね、あの、タームですね。テクニカルタームをね、デファインしているセクションとサンデで、ね、さっき見たみたいに、この音、ね、さっきの例えで、この音の後ろにこの音来たらどうなるんですかみたいな。ね、で、そういうトピック、ね、サン d 3D ってのは音と音のつながり、サムヒダーとサンディッシュの意味です。のプラカラな、ね、セクションについて、ね、もうこうやって300ページあります。ね、だからこれ終わるのにね、何ヶ月かかるのか知らないですけど。 うん。うまあまあ、時間かかるでしょうよ。ね。で、あとそういうアブリレーションとかね、あの、こう、短縮語の説明とかちょっとあって、ね。で、イントロダクション。ここから話長いです。さっき言っときますけど。ね。もうい、い、つそうと、の、勉強始められるってぐらいね、こう、もうね、なんか言いたいことは書いてますけど、うん。まあね、い言いたいことだけじゃなくて、<laughs> ね、あの、 これもね、そのパニニ文法がどういうことなのかの理解に役立つと思いますけれども。ね。The introduction purpose of this book. ね、この本の目的。ね、This book is a study guide to パニニスウェル,トルーター through, like I said, たんだコモディ。ね、も、ま、う、あ、これは聞いたよね。うん。で、There are two main purposes in writing this book. ね、この本を書く、ね、あの目的大きく、ね、二つあります。One, to provide a bridge for students. t o The traditional way of studying the subject matter.、ね、で、その、ね、あの、こう伝統的な、ね、あの、勉強の方法。ね、で、この、ね、あの、ね、the subject matter っていうのは、だからね、その文法ですよね。ラグセッターとコームで落とした、ね、文法の勉強に、ね、その、って、その、ね、ダグセッターとコームで実は数百年ぐらいの歴史だと思うんですけど、うん。で、そんなに長くはないんですけど、ね。 ね、そういう勉強の仕方の、ね、ブリッジ、ね、橋渡しを、ね、するために。ね、で、ね、even though the subject matter itself is not that abstruse, ab、ね、めちゃくちゃ、ね、ロケットサイエンスみたいな難しいわけじゃないんだけど、the way it is presented in tradition necessitates a bridge for modern day students.、ね けど、その伝統的なね、こう勉強の仕方っていうのが、ね、この現代のね、あの、スチューデントのこの、ね、あの、まあ、プレゼン、プレゼンテーションの仕方がかなり違うよっていうことで、ね、だからそのブリッジが必要。ね、This book provides that bridge.My professional background in computer system engineering helped a lot in this. まあね、こういうの人が聞きたがるから書いてあっていう感じもあるけど、うん、まあでもね、その、 うんまあ、プログラミングね、こうして、するのと、こういう勉強ってすごい似てるところがあるんで、ね、こうどういうふうに説明したら、こう、すっきりカチッとくるかなっていうのは、うん、まあそれが、こう、まあ、すごい助けになっています。うん。まあでもね、こんなんね、あの、このコンピュータシステムエンジニアで、ね、仕事してたってね、あの、ね、how many decays ago だよっていう感じでね、かなり昔の。 話ですけれどもねで、ナンバーチューブリーカネクティダシッィシュターディオフダグスイッターとコームディとアスターでいでここも大事ですよねうんであのー、ねだからさっき言ったみたいにラグスイッターのコームでばっかり勉強しててアスターでいの勉強できてないっていう人が、うん、あのいっぱいいるんですよねこれはね残念なことなんだけどねそれをちゃんとこうつなげていきたくてね書いていますアッセイディインディスイッ

パーニニーやプラベーシャーや、ね、パーニニーやって言ったら、ね、ベアカラナの、ね、ことですけど、パーニーによって教えられた、ね、文法システムをのプラベーシャーやエントリーとしてラグシッタントフォームリがあります。ね、ということなのでね、ね で、だから、そのね、こうね、だから私の本のね、意図と全く同じで、で、パニーの勉強したい、そのためにラグセッタトコムディがあるんだよっていうことで、ね。うん、で、ね、however ね、で、そのパニーの勉強が結構明日でいいまとめられてるこのスークラについてです。で、however、しかしながらラグセッタトコムディ is commonly being studied today merely by memorizing of メね、ここがね、かわいそうなところで。ね、その、もう、このね、ラグセットのコンビディをね、こう、ブリッティ、ね、スータだけじゃなくて、こうブ、ブリッティ、ブリッティあるから、ね、クスータとブリッティ全部覚えて、ね、まあ、でもね、ハイブーからな、ね、あの、文法勉強しましたってね、ね、そういう風になっちゃってる。 ね。で、その、明日イの存在すら知らない。ね。こんな本見たことないよって知らんよってね。で、しかもこうやってね、ラしんでだ覚えていく上でね。ね。この番号とかは覚えないんですよね。だって、あの、ね。明日イ,イ知らんかったら、この番号見ないじゃないですかで。だから番号なんかどうでもいいっていう。ね。で、番号なんか覚えなくていいよっていう。ね。そんなんです。ほんまに。ね。あの、うん。 リスクッシュだけじゃなくて、大概インド人、ね、あの、ま、あね、誰ともかどこの前も、え、サンスクリットのね、あの、こうね、あの、勉強してんですかって。でね、あ、じゃあ、こうやってね、ラグスティタの子も最初からまたバーってね、うん、あの、こう暗唱されてね、うん、それ知ってんのみたいな。うん、で、はまた出たな、みたいな。<laughs> ね、で、こう、あヒウン知ってんのってね、で、こう、イーティマヒシャレンスウトに、ね、で、その、あのアナディサニアアアルターニーってね、うん、そこを言えてもさ、ね、 あのねえっていう感じ。ほ、ねうんで、その、ね、ほ,んほんまに、ね、こう見てきたけど、ほんまにこれね、あのもう番号関係ない、これ明日で関係ないしってね。でそんなもったいないこともやっています、ねうん。で、どこ読んでたっけ、ね、で、by such manner of study, which has become a convention among the majority of t h e I a r students、ね。で、こういう勉強の仕方。 でまあ、それがまあ不幸なことに、ね。もうそれがこう、まあね、ベアカラの文法勉強、インドで、ね、勉強している人たちの,もう、ね、あの大多数において、ね、そういう習慣になってしまっている。ね、でパニーズの、uh, ベアカラのシステム cannot be properly be n d e r s t o o d ねでも、そうじゃあ、ね、パニーの,、ね、あのこう明日まで、ね、ちゃんと理解することはできません。Consequently, there has been much of、uh, founded the criticism of uh, uh, the uh comedy because of study studying it in this manner, it does not give the stu give its students the benefit of studying Panini's via current system. There's no ねわかってる人からして、分かってるってね、だからその状況をね、こう知ってる人から言えば、でそのラグシッタンタコームディが悪いんだと。ね。っていうふうに次になっちゃってる。うん。もうそれはもうコンフュージョンオンコンフュージョンですよね。うん。じゃラグシッタンタコームディなんか勉強してるからダメなんだみたいな。うん。はっきり言ってこれ、あの、うん、その、うん、まあ、あの、ABG にも結構あります。うん。ねまあそれ、あの、みんなが同じ考えちゃいますよ。 うん、でもね、ラグセッダコメがはダメなんだってなっちゃって、ね。うん。でね、あの、そうやってラグを勉強してる人間、ね、あの、アステデイの存在も知られないか。ね、それは事実ですよ。うん。でもやっぱりそれはラグセットンダーコメントが悪いじゃなくて、ラグセットンの教え方、勉強の仕方が悪いんですよね。うん。で、まあね、そこもこうね、こう言ったったわ、みたいな。うん。で、だからそのラグー、ね、をねあの、冷やかしてもらえない。 別に私、ラグシッターに何のね別になんか、ひいきもないもないですけど、勉強してね、ねお世話になってますけど、ラグシッタのコンビの持ちたいわけじゃないけれども、まあ、肩は持ちますけど、ね、勉強の仕方が悪いんやつ。 ね、なんか、セットのコムディ、is in fact、a very sophisticated w、well、o r l calculated and time tested book of。プラクリア、for a strategy。ね、で、その、なんか、セットのコムディ。の、方持つけど、ね、とても洗練され、ね、で、とても、ね、こう、ちゃんと計算されて、作られてて。ね、だから、その、もう、何世紀も勉強し続けられている。ね、けど、何の本かって言ったら、プラクリア。ね、その。 メソッド、プラクリアってどういうふうにするかっていうことですけど、ね、その明日でいいのアプローチの仕方をね、あの、とても良いアプローチの仕方を勉強、あの教えている本です。ね。あとはテキス e x t s s チャ h as Kashika, Pratamabriti, etc. are r e f e r e ね、別にこれを批判したいわけじゃないけど、ね、その他にね、カ a s h i とかプラタマブ a ティとかね、他にいろんなね本あるんですね。 ただそれっていうのは、ね、この明日でいいの順番に沿って、ね、こうブリッティを書いている本。ね、ただそれは、ね、だからその辞書のコメンタリーであって、ね、あのこう勉強する、ね、教科書にはなれないですよね。うんね ね、だから結局、その、歌手化勉強しても、してても、結局じゃあ、歌手化の例とか出してきたら、やっぱり、ね、コーモディみたいな感じで、ね、じゃあ、これするよ。じゃあ、これにはこれが入れて、あちこちからやっぱ取ってこないといけない。ね。で、それでどっから取ってくんのさっていうのが、歌手化では説明されてないので、ね、じゃあ、何なんだろうっていう。 ね、けど、コムディだったら、ね、これ勉強しよう。ね、これ、これ、これをやってみようって言ったら、こっから取ってくればいい、こっから取ってくればいいっていうふうに、ね、こう、さっきみたいみたいに、ね、以降ーイナチで、ね、あの、こう、スディート、パッセーをくっつけていこうぜってなった時に、いや、でもね、とか言って、ね、こう、スターにあんたら玉入るよね、とか、ね、こう、出てくるんで、ね、で、そうやってこう、勉強しやすい。ね、なんか、プラクリア。 And they do not provide this prakria だからカーシカーとかねプラトンブリってプラクリアを教えてくれません To summarize ねでこうまあまとめると The proper way of studying ラグシッタンヌコームディ is to take it as a prakria book to アシュタンヌ、ね、コームディはアシュタンヌコームディはアシュタンヌコームディのプラクリアなんですよねあの study method なんですよ And keep referring to アシュタンヌコームディ in each step of the study ねでそのね、こう何するにしても、ね、一つ一つの数たら勉強するのに、いちいち明日であいをちゃんと見ながら、ね、勉強し,しましょう。ね、this method of studying l a x e n t a n a comedy is presented in this book.、ね、そういう勉強の仕方がこの本で、ね、紹介されています、ね。今日1ページしか読めなかったね。1時間かけて、ね。まあ、しゃあない。 けどね、ちょっと、次からスピードアップしていくんでね。<laughs> ねこれね、その300ページあってね、<laughs> 1週間に1ページで、これどうすんのって感じですけど、ね。これからブワーってね、あの、次あの、あのバンチャットして、ね、こうやっていきます。ね。じゃあね、最後。うん。ね、じゃあ、プルナマで言いますね。オーンプルナマダフプルナミダンプルナプルナムダチアテイ。<music> <music> पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमे भावशिष्यते ॐ शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ है हरिगतो सैमस्ता ありがとうございました。はい。ありがとうございました。ちょっと違うあれなんでね。またね質問とかあればあのねあのメールとかメッセージください、ね。でまたねあの皆さんとシェアした方がいいことはねまた次の週とかな、ね、か書けるんだったらねあのまた YouTube のコメント欄とかにねまあどっかねだけどうんどうしようかなまあねうんそこにも書くと思うけどどっかにまとめたりとかまあ次週にねあのまた答えてとかしますので。 ね、はい、じゃあ、お疲れ様です。失礼します。ありがとうございました。失礼します。ますありがとうございました。